先月31日に歌舞伎の大名と團十郎を襲名した市川海老蔵改め市川團十郎白猿が29日に自身の雨風呂を更新息子勸玄君がリラックスできることを考えて自宅のキャンプの準備をした日のエピソードを綴った 27日のブログで、團十郎は、今月もあと2日、頭の中は来月のことを考え出してます、と切り出し、一つ悩み、2ヶ月、舞台に続くので、勸玄になんとか息抜きをさせてあげたい。 と悩みをとろうでもこんなご時世なのでパートもできないそしてコロナにもかかりたくないと悩ましい様子で述べ何か良いアイディアありますかとコメントしていたこの日は アイデア頂戴しましてというタイトルでブログを更新し、還元のリラックスを考えておうちキャンプにしますと報告。下準備は完璧になっています。あとは空気を入れるだけ。 と写真とともに説明し雨降らないでほしいと祈るようにつづったその後にデカと題したブログを更新自宅に設置された透明のドーム型のテントの写真を公開し まあ喜ぶね」とつづりブログを締めくくったこの投稿に読者からは「すごいですねこれは楽しそう」「うれしそうな顔が目に浮かびます」「こんなおしゃれなテントがあるんですね」などのコメントが多数寄せられていた。